からの連絡はいやかねる。そちらに桜、朝霧も一緒にいるな。手短に伝える。先ほど保安部の調査グループがお前たちの現在地にほど近い座標で消息を絶った。それまでお前たちだけでも現場に向かってほしいとの要請があった。わからん。調査グループは連絡を送る間もなく消息を絶っている。抹殺が許可される。ただし後続が到着するまで時間を稼いだ方が賢明だろう。問題の現場についてデータを送る。頼んだぞ。もう行っちゃうの？せっかくみんな一緒で楽しかったのに。お姫様扱いは無用よ。危険なのは承知しているわ。今武器を携帯しているのは私だけでしょ。
前の目の前にいるのは敵だ。はい。大胆な格好ね、水葉先輩。言わないで。意識しちゃったら恥ずかしくなるから。
れたのに。最悪よ。女の子に手をかけたことなんてなかったのに。動くな！警告はしたわ。それでいい。このまま一気に羽化のプロセスまで見せてみろ。そのために少女を犠牲としたのか。なんと浅ましい。てめえか。こんな作戦計画、私の耳には入っていないが。俺様がてめえにお伺い立てる必要があるとでも？Thank you.
めえもこいつの羽化を見届けに来たんだろうが。羽化が叶えば行幸というべきか。け待て、始まるぞ。横槍がなければ成功してたんだ。もはや歯止めは効くまい。これ以上苦しませるのも不備。身元へ登れ。指示を見た観客からお題をいただこうかい。見物料は貴様らの命だ。目障りの男から先に始末するか。トリガー。待ちきれなかったか？ん？おとなしく待ってろ。すぐにお前の番も回ってくる。Gah!